どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA 感謝の日ということで、29日になりましたね。詳細発表になりましたので、今回の動画ではこちらね、内容を見ていきたいと思います。幻覚マイルキャンペーンはですね、東北、北陸、北海道エリアね、スーパーセール行われておりますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。で、今回のね、ANA 感謝の日ということで、4つね、用意されております。で、1つ目ですね、ANA オリジナル飛行機カバー星空2019白スパークリングワイン特別クーポンということで、こちらのスパークリングワインが3300円のところ2900円で購入できると。で、こちらクーポンね、利用すると3300円が2900円でね、購入できるっていった形になります。で、こちらね、前回も確か言ったと思うんですけども、公式サイトね、このクーポン受け取るをクリックしていただいて、購入画面ですね、クーポン利用するっていうのをクリックしていただいてですね、その後ね、購入ね、していただければなと思います。で、本体価格が3300円のところが2900円ということで、こちらのね、A スタイルっていうのはですね、配送料がね、770円かかりますので、まあこちら2900円に下がるんですけども、合計金額は3670円ということで、まあここね、本当にどうにかね、この送料っていうのはね、どうにかできないのかなって思いますよね。ちょっとね、ANA のものはね、基本的にお値段結構しますんでね、無料にしてくれてもね、いいんじゃないかななんて思ったりしてます。で、2つ目ですね、ANA オリジナルマスターピース 4ANA サコッシュ特別クーポンということで、こちらも先ほど同様ですね、11000とか8500円で購入することができるっていった形ですね。こちらは肩掛けカバンみたいな、まあそういった感じですかね。次ですね、ANA スタイル全商品1000円クーポンということで、こちらね、どれにも利用することができる、1万円以上利用すると利用できる1000円のね、クーポンが配布されているっていった形になります。こちらもね、全部の商品ね、今回紹介したのがマイル併用っていう風になりますんで、まあ、ANA マイルをね、購入することができるっていった形になります。気になる方はですね、ぜひね、チェックしてみてください。で、2つ目ですね。幻覚マイルキャンペーンということで、今回のね、ANA 感謝の日から、対象路線だけね、幻覚マイルキャンペーンっていうのが開始されるんですね。まあ、こちらはANA の特旅マイルとはね、また別のキャンペーンなんですけども、こちらすごいですよね。搭乗期間は2021年9月1日から9月30日。対象路線は北海道発着、北海道内の一部路線ということで、こんな感じになっております。6000マイルかかるところが2900マイルでね、利用することができます。こちらね、2900マイルということで、特旅マイルキャンペーンよりね、下げてきたっていう感じですね。これはいいですね。今後こういうのがね、毎月発表されるんであれば、かなりいいですよね。こちらも29日限定っていう風になりますからね。まあ、札幌までね、遊びに行って、その後ね、北海道ね、回りたいっていう時にね、こちらね、取っとくとね、かなり便利に利用できるのではないのかなと思います。またね、羽田から札幌まではですね、先日ね、お話したソラシドエアマイル、エアドゥポイント交換でね、札幌まで行って、その先はこの ANA のね、幻覚マイルキャンペーン使って移動するみたいなね、まあそういった楽しみ方もね、いいんじゃないかなというふうに思います。かなりお得ですよね。で、こちらですね、利用条件がね、公式サイトに記載がありますので、そちらチェックしていただきたいなというふうに思うんですけども、まあ基本はね、ANA の特旅マイルキャンペーンとね、同じように思えますので、ANA のウェブサイトもしくはね、ANA のアプリからね、利用していただければなと思います。で、それでは次3つ目ですね。次は ANA トラベラーズホテルということで、結構ね、いろんなホテルが、記載されております。ちょっとね、私が簡単に調べた感じだと、この ANA ホリデーイン付きの、朝食サービス案内、館内無料券2000円分付き。それで、まあ、4000円から5500円1人ですね。まあ、合計金額だと8000円から11000円ぐらいに、ね、なるかと思うんですけども、こちら結構安いと思います。公式とかね、楽天トラベとかでも調べたんですけども、大体ね、1万3、4千円しますので、こちらだったらですね、1万1000円ぐらいで館内利用券2000円分ついてきて、さらに朝食付きっていう風になりますんで、結構ね、お得なのではないのかなと思います。まあ、でもホテルの価格なんでね、一応変動する可能性はね、常にあるっていった形になりますんで、利用される方はですね、他のね、ホテル予約サイトの比較はですね、確実に行ってからね、利用するようにしてください。それでは次に4つ目ですね。来ましたね。7月29日限定、9月搭乗分北海道東北北陸路線 ANA スーパーセールということで、発売期間はね、本日7月29日の23時59分までっていう風になっておりますので、この点はね、注意してください。今日限定です。で、搭乗期間はですね、9月1日から9月30日っていう風になっておりまして、対象路線はですね、かなり多いです。北海道、東北、北陸路線という風になっておりますんで、価格なんですけども、羽田札幌、羽田函館7000円ということで、これね、下がってますね。前回のね、タイムセールが、羽田札幌7900円、羽田函館8900円ということで、羽田札幌に関しては900円ぐらい、羽田函館に関しては1900円ぐらいね、価格下がっておりますね。ですんで、今回のね、この ANA 感謝の日のね、スーパーセール、かなりお得だと思います。で、あとね、伊丹とか福岡とか中部とかね、そこら辺の、札幌路線もですね、こちらね、数百円レベル、ですが、前回のね、タイムセールより下がっているっていう風になりますんで、お得なのではないのかなと思います。もしね、9月にね、この対象エリアね、利用する方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。それでは次にですね、紋別空港で結構ね、面白いキャンペーンがやっておりまして、こちら皆さん見られましたがですね、オホーツク紋別空港タッチ登場で、紋別タッチしなさい T シャツプレゼントということで、こちらね、9月にですね、羽田からオホーツク紋別路線を同日タッチの搭乗者に、紋別タッチ特別キャンペーンということで、T シャツがね、もらえるっていうキャンペーンがね、行われるそうなんですよね。こちらね、画像を見ていただいた通りですね、スーパーフライ、紋別タッチしなさいっていうね、T シャツなんですけど、こちらがね、もらえるらしいんですよね。で、詳細がですね、ちょっと調べたんですけども、こちら予約を紋別空港の旅客スタッフに LINE 宛てで希望を送信する必要があるって記載があるんですけども、この LINE 宛てがね、どこに記載されているか、ちょっとね、まだ詳細わからないんで、もしわかったらね、コミュニティ欄とかでね、発信しようかなというふうに思ってるんですけども、まあ、この紋別タッチね、していただけると、この T シャツもらえるっていうふうになりますんで、こちらね、9月1日から30日ということで、今回のね、ANA 感謝の日のスーパーセールね、羽田紋別ね、12,500 円で予約ね、することができますので、もしね、気になる方はですね、こちらもね、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ちょっとね、私もね、今迷っております。ちょっとこの T シャツ欲しいですよね。という感じで、今回ね、紹介させていただきました。ということで、今回の動画ではですね、ANA 感謝の日ということで、思ったよりですね、スーパーセールの価格も安くですね、対象路線の減額マイルキャンペーンもね、これも面白いですよね。特旅マイルをね、下げてきたっていった形になりますんで、これね、毎月やってほしいですね。ANA のタイムセールもね、いいですけども、それよりね、こちらの価格ね、下がってきてますからね、これが毎月あるっていうのはかなり楽しみかなというふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter もやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイレージ、アルバイル、お得情報、クレジットカード、マイレットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。